大阪の大動脈である地下鉄御堂筋線及び北大阪急行、千里中央駅から中本駅までの約 30km の街並みや雰囲気をひたすら歩いてご紹介していくこの動画、今日の動画は2本目となります。今回の動画の流れといたしましては、まず最初に千里中央駅から2駅先の緑地公園、こちらの駅からさらに1つ先の江坂駅まで歩きます。次に江坂駅ですね。江坂は実は大阪市外の駅なんですけど、駅前にビルやマンションなど建物が密に建っていまして、なんか繁華街とかも形成されていまして、人口40万人程度の町の駅ではあるんですけど、なんか駅前がもう政令市だぞみたいな、思ってたより町だぞっていうことを思いまして、ってのと、あと以前リクエスト、江坂のリクエストをいただいていたというのもありまして、そこも兼ねまして軽くですけど駅前の雰囲気をご紹介する、そういったところまで動画進めていきたいと思います。前回緑地公園駅に到着するところまでご紹介しましたので、今回はその続き、こちらがですね、緑地公園駅の駅ビルというか駅中の様子になります。このように綺麗な券売機もありまして、その左手側にはですね、千里中央方面の改札口もあります。で、逆に券売機の右手側行きますと階段を降りまして、でこちら側に中央改札口があります。さらに進むと阪急オアシスにも直結しています。でこちらが地上部分の様子になります。でここはですね、進行方向、千里中央から新大阪に向かって歩いている進行方向右手側、最初に駅ビル入って地下に降りた方側ですね、から見た駅前の様子になります。結構マンションが多いですね。この緑地公園駅はですね、1日あたりの乗降客数が2019年にもなるんですけど、3万5552人ということになっています。まあ割とそこそこ利用者の多い駅となっています。で一本奥に入りますと、新御堂筋の創造しさとは一変、このようにですね、緑地公園という駅も駅ですから、このように緑もあって、非常にのどかなゆったりとしたちょっと静かな感じの住宅エリアとなっています。一応緑地公園という駅を名乗ってるだけありまして、駅の近くにこのように緑地公園があります。服部緑地だったかな、があります。で今のところから地下通って、中央改札があるところ、阪急オアシスがあるところを通って反対側の方に出ますと、こういう感じ。ごめんなさい、1本奥入ったところの映像は撮るの忘れてました。目の前の茶色いビルが緑地駅ビルってなってまして、あれ地下降りるとさっきの綺麗な駅中になっています。それではね、江坂駅に向かって歩いていきましょう。左手にある建物が阪急オアシスになります。スーパーです。それでは次に緑地公園駅から江坂駅までの 1.9km ひたすら歩いていきます。右に新御堂筋の分岐があります。あれ右側に行くとですね、一回下に行くんですよ。まあ、下に潜っていくというか、まあ、何でかよく分かんないですけど、まあ、多分新御堂筋を横切れるようにするためなのですかね。でそのまま下潜っていって、名神高速をくぐった後にですね、今度は高架になります。地下鉄御堂筋線って新御堂筋と並行して走ってますけど、地下鉄と並行して道路を走るためにはさっきの分岐を右に行かないといけないんですね。で右側に行くと途中信号機がない代わりに途中で曲がれないみたいな、で反対側に左側に行くとですね、途中どこかで曲がれるみたいな、そういう感じになります。これが新御堂筋、右側に行った様子になります。このように下の方に潜っていってますね。そして少し進んでいきますと、進行方向の正面側ですね、何やらちょっと複雑な建造物が見えてまいりましたけど、あれがですね、まさに名神高速との立体交差の場所になります。一番上を地下鉄御堂筋線、違うわ、北大阪急行が通っていまして、真ん中をですね、わかるかな、あ、これですね、この青色の線が入ってると思うんですけど、これが名神高速、一番下を新御堂筋が通っている、そういう構造となっています。で現在地がこちら、ちょうど中間地点くらいですかね、緑地公園駅と江坂駅の。なんであともう半分歩いていきましょう。名神高速をくぐりトンネルを抜けますと、こういう感じで新御堂筋の右側っていうのはこういう感じで高架に上がっていく、上に上がっていきますね。そして北大阪急行と並走します。どうだろう、名神高速抜けてから心なしか建物が増えたというか、ちょっと密になったような、そういう気もしますね。なんだろう、すごく綺麗な香港の集合住宅。ここら辺でね、ちょっと横を見てみますと、さっきまではですね、なんか一本横を見ると、一本それるとちょっとのどかな住宅エリアみたいな、大都市郊外の住宅エリアっぽさみたいな、そういう雰囲気はあったんですけど、もうここら辺まで来ると完全に大都市の住宅エリアみたいな、都会のど真ん中みたいな、そういう雰囲気がちょっと漂ってきましたね。でこれが目の前の歩道橋を登った様子、千里中央方向、そしてこちらが、江坂方向ですね。でこっちが反対側行って千里中央方向、また江坂方向になります。もう完全に街並みが大都会といいますか、あ、なんか 大阪市の中心部、都心部に入ってきたなみたいな雰囲気漂わせてますけど、実はまだ大阪市に入ってないっていうですね。
大阪市のデカさをちょっと感じさせます。まもなくですね、江坂駅到着、目の前の歩道橋というか、あれが江坂駅のつながる歩道橋になります。さて、江坂駅の方に到着いたしました。現在地がこの緑色の丸のところ。これから江坂駅周辺、このラインに沿って歩いてご紹介していくんですけど、まあもう江坂周辺街というか完全に都心ですよね。まあ、当チャンネルの動画見てくださってる方、多くは都会の雰囲気が好き、都会の街並みが好きみたいな、そういう感じの方が多いと思うんで、多分楽しめるそういう雰囲気の街並みなんじゃないかなと思います。とりあえず青色のライン、駅の西側ですね、こちらぐるっと時計回りで一周していきます。どうでしょう、江坂の街並み。大阪市街ではあるんですけど、なんか街の雰囲気は完全に大都市郊外ではなくて、もう都心そのもの。僕はね、江坂という街には初めて来たんで、なんか梅田からね、都心とは真逆の方向に向かってるのに、なんかこんなところまで都心が広がってるんだってね、ちょっと驚きはありましたね。で、今なんか進行方向右手側、上の方を見るとね、東急ハンズちょっとちらっと見えると思うんですけど、ね、こういうところにも東急ハンズがありまして、実はね、なんか東急ハンズ、江坂の東急ハンズってなんか相当昔からあるみたいです。それこそなんか神戸とか、まあ、京都とかその辺できる前からずっと昔からなんかここの東急ハンズあるみたいで、なんかなんで江坂なんだろうみたいな感じはしますけど、まあ、でもそういうところからもここはまあ郊外じゃなくて都心なんだなっていうことを少し感じさせますね。まあ、お店もこのようにたくさんあります。実際に江坂の街っていうのはですね、大阪府の吹田市に位置はしてるんですけど、大阪市の副都心として扱われている街なので、人口40万人の街の中心というよりか、まあ、人口40万の街の中心ではあると思うんですけど、まあ、ただ実質大阪市内の拠点みたいな、そういう感じなんでしょうね。これも多分御堂筋線パワーなんだろうなと思いますね。で、今カメラ回転させてますけど、こっちがですね、新大阪方向、南方向で、さらに回転させてこちらがですね、こちらが西方向、まあ、尼崎とか三宮とかそっちの方向ですかね。で、さらに回転させてこちら側が北方向、千里中央方向。おそらく多分ここの通りがね、江坂歩いてて一番にぎわってるというか、繁華街っぽいような、そういう雰囲気の場所なんかなって感じましたね。で、個人的にはこの角度ですね、この角度が一番なんか都会っぽいなって感じました。で、信号反対側を渡って見てみますと、こちらが東方向ですね、御堂筋線がある方向で、こっちが北方向、千里中央方向で、さらにぐるっと回転させていきまして、こちら側からですね、西方向、尼崎とかそっちの方向になります。さて、目の前にオフィスが見えてまいりまして、おそらくここから先はオフィスエリアとかそういう感じでしょうか。江坂の繁華街としてにぎわってるところっていうのはだいたいここら辺くらいまでで、まあ、結構距離としては短いような感じはしましたけど、それでも結構にぎわっていたなって、そういう街でした。何度もしつこいようですけど、こっちが西方向になります。尼崎とかあっちの方向ですね。で、こっちが北方向、千里中央方向。街並みとしてはどうだろう、オフィスビルとマンションが混ざり合ってるような、なんかカオスな、よくわからんような街並みになっています。まあね、よく大都市中心部にあるような街並みと言ったらいいんでしょうか。で、こっちが東方向ですね。これまっすぐ行くと吹田の駅の方向ですね。多分直接吹田の駅には行かないんですけど、まあ、吹田の駅の方向にはなります。さて、今度は駅の東側、反対側ですね、このオレンジ色のラインを反時計回りでぐるっと一周していきます。はい、分かった、こっちは北方向ね、そうです、千里中央方向で、今度こっちが西方向ですね。で、さらにカメラをぐるっと回転させていきますと、ちょっと何やら映像にですね、懐かしいマークがちょっと映ってますね。こっちが南方向、新大阪方向になります。一応方角はですね、皆さんの現在地を把握してもらうというか、これからどこに向かうかとか、そこら辺を理解していただくために一応方角は言うようにはしているんですけど、どうでしょう、別に言わなくても分かるわって方もいるかもしれないし、言っても分からんわっていう方もいるかもしれませんね。まあ、そういう方に方からしたら、別に方角はね、ただの邪魔な情報かもしれないですけど、どうなんだろう、やっぱりマップの方が分かりやすいんですかねっていうのと、あと普通に喋ることが特にないんで、何か方角を言って場をつなげないとっていうことで、一応方角は喋るようにしてるんですけど、で、一応反対側はね、なんかオフィスというか、そっちの方が多いのかなと思いきや、南側の方まで行くとちょっとお店が多かったですね。で、ここまで来ますと、今度さっきの奥の方向ですね、行くとさっき行った方向で、今度はですね、さっきの方向とは真逆の方向ですね。もうちょっとカメラを回転させて、こっちの方向、東の方向に進んでいきます。
でこれ歩道橋から見た街並みの様子になるんですけど、あ、そうそう、江坂駅の乗降客数いうの忘れてましたね。江坂駅の乗降客数はですね、2019年で御堂筋線が 88,781 人で、これは北大阪急行との直通の人員を含まないということになっています。で北大阪急行はね、ごめんなさい、ちょっとよく数字が分からなかったですけど、一応ウィキペディア見たら4万人くらいっていう感じになってました、乗降客数で。この数字ってのも直通の人員を含まない、そういう感じになっています。いやにしてもね、よく江坂という町がですね、まあ、もちろん御堂筋線という非常に利便性の高い路線の沿線ですから、まあ、そこの影響力も大きいっちゃ大きいんでしょうけど、まあ、でもよく江坂の町がこんなに発展してるよななんて感じますね。でなんでだろうって思った時に困った時のウィキペディア、いや便利ですね。ウィキペディア曰くですね、この江坂の町っていうのは千里ニュータウンの前哨帯、まあ、緩衝地帯ですかね、として開発が進んで人口が増加し、大企業も本社を構えるようになったり、大企業の大阪支店が大阪市内から相次いで移転するなど、大阪の副都心の性格を持って発展したと書かれていますね。だからどうなんだろう、ドーナツ化現象が進む過程で江坂の町もなんか一緒に発展していったみたいな、千里ニュータウンがどんどん開発されていく過程で、まあ、なんかそこだけじゃ収まりきらんから江坂もついでに発展していったみたいな、そういう感じなんですかね、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、という感じで、まあ、江坂の町はこういう感じで紹介を終えていこうかな、続きの区間次回歩いていこうかなと思います。これまっすぐ行くとさっきのところになります、スタートの地点になります。